take me down to Cobra Lake, take me back to yesterday, 'cause that's where I belong. On a rainy day, take me to that old cafe, we'll watch the teardrops drip away with everything we've known. 'Cause I know.試合会場の方に向かっていきます。今日は絶対に勝たないといけない試合なので、チームを勝たせられるようなプレーをしていきたいと思います。それでは行ってきます。今日の試合は3対0で、無事勝利することができました。立ち上がりから相手に押し込まれるシーンが多くてピンチもありましたけど、そこをチーム全員で守りきれたのが大きかったなと思います。その後得点を重ねても誰一人として集中力を欠かすことがなかったのが、特に今日の試合で良かった点かなと思います。今日の試合で今シーズンのリーグ戦全22試合が終了しました。今シーズン1年間戦い抜けたのは、スポンサーの方々をはじめファンの方々、つくばよしを応援してくださる全ての方々のサポートがなければ戦い抜くことはできませんでした。本当に感謝申し上げます。結果は7勝4分け11敗の8位という結果になりました。シーズンが始まった当初に掲げた目標というものには程遠い結果になってしまいましたが、この難しいシーズンを一年間乗り切ることができたのは、本当に自分にとって大きな経験になったかなと思います。個人的には、天皇杯全社予選を含めた公式戦全試合にフルタイム出場させていただくことができました。それは自分一人だけの力では絶対に成し遂げることができないことで、監督をはじめチームメイト、体のケアをしてくださったトレーナー、すべての方の支えがなければ成し遂げることはできませんでした。それと同時に、試合に出場していた身として、今シーズンの結果は納得できるものではありません。そこに対して責任を感じています。来シーズンに関しては、まだ何も決まっていません。個人的には、より上のカテゴリーでプレーしたいと考えています。ただ、今シーズンもまだ公式戦が完全に終わったとは決まっていないので、何があってもいいように常にいい準備はしておきたいなと思います。最後になりましたが、今シーズン、ジョイフルホンダつくば FC でプレーさせていただきました。自分をチームに迎え入れてくださった方々に本当に感謝の気持ちしかありません。また、公式戦を行う上でたくさんの方にサポートしていただきました。つくば FC のスタッフの方々、またボランティアとしてサポートしてくださった方々、本当にありがとうございました。それではこの後先輩にご飯連れてっていただくので楽しんでいきたいと思います。Back to summer days. Oh, it feels like yesterday.
今日はジョエル本田つくば FC の皆さんに集まっていただきました。勝てるように頑張ります。お願いします。お願いします。16は京太です、ボランチです。いいパス出しています。昼間コーチです。お願いします。絶対勝ちます。29番、キーパー牧田幸です。全部止めます。キーパー役で入ってもらいます。はい。25番、鈴木龍之介です。魅了します。おお、いいですね。はい、23番、青木俊です。はい、頑張ります。はい、お願いします。Bye.